<Good> afternoon. 皆様こんにちはこちらはダイナミックコリッションズのメインセッションになります私はマーカス・カマーですダイナミックコリエーションコーディネーショングループのコーファシリテーターを同僚のユタ・クロールトとしております彼女がこのセッションのコーモデレーターを務めますではまず私の方から コアリションについいいてご説明したいと思いま,すまあ DC というのは IGF と全く同じとしでつまりアテナで開かれた2006年の第1回 IGF で設立されました。でその理由、まあ、名前自体がちょっと面白い名前で何でこんな名前になったのかと思われるかもしれませんがとてもシンプルな理由があって IGF を年間 開催して欲してていいと思った人がいてそれに反対した人がいたたんですそしたらある人がハッとひらめいてダイナミックコアリッションがいくつか作ったらいいんじゃないかとつまり同じようなテーマ同じようなテーマについて協議してそれについてグループを使って。 でその年間のセッションの間にあの協議をしたらいいんではないかとでワーキンググループよりもより正式な名前をということでダイナミックコアリーションという名前にしましたアテナの I J F 一個をダイナミックコアリーションを作りまして今は28も D C がありますそしてこの2年間各ダイナミックコアリーションがそれぞれの作業一年間の作業をショーケースするためのあの。 セッションをを作っっってたたんですすが今回はちょっと違ったアプローチりま裕タさんの方からコンセプトの説明がありますけれども狙いは「ダイナミック・コアリッション」というのは集団的に IGF のメインのテーマに根系できるということを示すのがこのセッションの狙いです。ではッタさんの方からこのセッションのコンセプトの説明をしてもらいます。マー,カーさんありがとうございました マーカスさんがすでにおっしゃったとおり今は28のダイナミックコリコアリッションがもうすでに生まれています共通性は3つありまして1つはいずれも人権の問題に対応していますつまり人々が例えば財産権そしてデジタル環境で権利をきちんと主張しそして 主張することができるようにするということですで人間あるいはデジタル権利ではなくて、まあ、国連の人権ユニバーサルデコラレーションを元にしていますまた二つ目が SDG の達成とそしてその SDG のプロセスの加速、まあ、これを目指していますそれが今回のセッションのトピックですそしてダイナミックコリーションはそれぞれ の作業の中でそれぞれが SDG とどのような関わりがあってどの SDG に関係があるのかということをあのもう規定していますがそれもこれから90分でやはり示していきたいと思いますそして3つ目に重要なのはダイナミックコリッションというのは大変大きなアウトリーチをそれぞれのコミュニティに対して持っているという,ということですダイナミックコアリッションというのは人と組織のネットワークを作っています彼らはより広い つまりインターネットガバナンスのエコシステムを超えたコミュニティに対して関与しています。そして経済社会局のジュアンリー事務次長、まあ正しい発音だったでしょうか。彼がこの IGF の2023のあのゼゼロであのアジェンダについておっしゃったことは。 彼は全ての人が SDG のデジタルのアプリケーションを加速してそしてインフラストラクチャーを強化しそしてデジタルな能力を強化することによってデジタル格差を克服できるようにしなければいけないそしてデジタルの協力を全ての国で強化することが必要であるとおっしゃいましたで、これを念頭に我々はこのセッションを一つの出発点としてそしてダイナミックコアリッションのネットワークとそのコミュニティが SDG を達成していく上でのそのあの からの出発点としたいと思いますではマーカスさんパネリストのに対する最初の質問をお願いいたしますはい、ぜひ皆さん会場の皆さんもうちょっとあの前にお座りになったらどうでしょうか後ろの方に座っていらっしゃる方もいらっしゃいますけれどもさてここでパネリストを紹介させてくださいえ、5人のパネリストがこの 団長におりますそれからお一人がオンラインですまずリサペトリですオープンエデュケーショナルリソースのリサさんです三点伺いたいことがありますどうやってデジタル時代における人権の意識の啓発をするか、えー、そして人権を守るのか、えー、そして オープンエデュケーションリソースはどういう役割を果たしていくんでしょうかありがとうございますマーカス今回ご招待いただきましたありがとうございますでは OER オープンレデュケーショナルリソースというダイナミックコアリッションはまだあの新しく 加入したばかりです今年の一月に私たちはあ DC に入りました OER は設立されて四年ぐらいになりますユネスコがもともとあるレコメンデーションをこの OER というリソースを使うことを推奨したということで二千十九年の十一月にそういった推奨がありました ダイナミック・コアリションというのはこの OER のレコメンデーションを実施するためにあると言ってもいいのかもしれません。ユネスコのレコメンデーションというのは193カ国が署名をしております調印をしております。この規範のレコメンデーションが元になっていますけれども。 ま教育という非常に重要なテーマで約500人のメンバーによって構成されています。まパンデミックが始まる1週間前にこのグループが発足しましたけれども、ほとんどの会合はズームで行っています。この1年ぐらいはあの対面で行っています。ダイナミックコアリッションというのは。 五つのコンポーネントを持ってます。一つはキャパシティビルディングです。すべてのステークホルダーの人たちのための支援の政策、そして平等の包摂的なオープンフォーマットの教育リソース。これは障害を持っている方にも対してもしっかりです。そして OER に対してサステナブルなモデルを構築するということ。そしてダイナミックコーションというのは 国際協力を推進するということが前提になっていますしたがって今の質問に対するお答えですけれども、まあ、私、えーまあ、最初に話す、えー、という立場ですので、えー、人権 について申し上げたいと思います。教育というのは人権です。そしてこれは知識へのアクセスです。この知識というのは透明で共有化されていてオープンで誰でもアクセスできるというそういう情報の流通のことを指しています。皆さんはそういった重要なインターネットへのアクセス、デバイスへのアクセスということを目指していらっしゃるかもしれませんけれども、これが、この流通というのが非常に重要です。O e A というのは、えー、教育のコンテンツです。そしてオープンでライセンス化されたものであり、えー、これはあローカルのコンテンツ、えー、つまり言語のローカリゼーションであったり、えー、まあ、カルチャーもローカルなものに適用されるということであります。プラットフォームライブラリー,、えー、そういったものも入りますし、教育学的に健全で、えー、そして。えー トランスフォーメーションが可能なもの、変換可能なものということです。SDGs のアカデミーというのがありますけれども、えー、これは素晴らしいコンテンツをえ網羅しています。えー、皆さんご存知かどうかわかりませんけれども、まあ、気候に関する行動、環境の問題、まあ、いろんなことがその中で取り扱われています。オープンライセンスソースというのはキャパシティビルディングの話です。つまり、 これを達成しなければ人々の教育を実施することができません。SDGs についての教育だけではなく私たちが何を知らなければ SDGs を推進できないかということを学ぶためのそういうプラットフォームです。この全体的でオープンであるということいろんな事例が過去からあります。 例えば、世銀の知識、マネジメントのリソースというのがあります。これ何年も前からあります。これはオープンではありませんでした。もうすでにどこかに消えてしまいました、まあ。オープンでライセンス化されたコンテンツということは、これはポータブルであって、ダイナミックであって、そしてずっと継続するものです。一つのシステムにロックダウンされていません。システムがなくなってしまうと、コンテンツもなくなってしまうということではありません。OER というのは分散化。 えー、されている。 ということで SDGs とかえそれを加速化させることを考えたときにはえこれが大事ですオープンオープンという言葉何度も何度も今週はあこの言葉を使っていますオープンデータオープンサイエンスオープンアクセスえそして非えそのコントロールされていないえあるいは独占的ではない環境ということですえこの蔓延をするそしてえ生きたコンテンツえそしてそれぞれがま放射的でまての 声が届くえ、しかも少数派の人であったりえ、あるいはあいろんな意味で抑圧されている人たちえ、そういった人たちの声も届くということが前提になっています。ありがとうございました。リサさん。今の説明の中で、オープンとオープンで受刑者のリソースの意味と、そしてその重要性を説明してくださいました。では、次にモハメッドシャビアさん。 彼は dc のアクセシビリティと障害の dc を代表しています。モハマドさん。多分これは igf の中で最も早く設立されたあの dc だと思います。で、私が知る限りもう我々が。 八つのミレニアムデベロップメントゴールこれは2000年に制定されているんですがそれで以前にも作られたんですよつまり SDG よりはるか前に作られた DC ですアクセスインターネットのアクセスを持つことによってどうやって障害を保管することができるのでしょうかそしてより幅広くアクセシビリティの理解を広げるためにはどうしたらいいんでしょうかはいありがとうございますこのような機会をいただきましてありがたく思っていますで今のご質問は アクセシビリティと障害についてのダイナミックコアリション私がコーディネーターを務めますがこの DC というのは最も早く IGF のシステムの中でも設立されたダイナミックコアリションです。でこのアクセシビリティと障害のダイナミックコアリションの狙いというのはまず。 インターネットガバナンスフォーラムとそのオンラインとそして物理的なスペースをアクセス可能にするそれから提言を出すということです。で実はある論文ペーパーをオンラインとオフラインのイベントのアクセスビリティについても実は出しています。で今年我々は新たな アクセシビリティのそれも障害者に対するアクセシビリティそれからデジタルスペースに対するアクセシビリティのビジョンを新たにしようとしました。でダイナミック・コーリーションの2つ目の狙うといとしてはデジタルのスペースを障害を持つ人にとってもアクセス可能にしようということなんです。でその狙いを胸ににアクセシビリティと障害に関する DC は Nothing about us without us という原則からあるプロジェクトを始めましたつまり障害を持っている方々をこういったフォーラムに参加をしていただくというプロジェクトをスタートしたんです。そうすると前の IGF 初期の頃の IGF ではもっと多くの障害を持った方々の参加を増やさなきゃいけないと思ったんですがそのためには資金それから努力でももっと多くの努力が必要でした。そこで今年は3人の フェローが1人はアフリカからもう1人はアジア太平洋地域からそしてもう1人がヨーロッパから実際にいらしたんですけれども彼らにはフェローシップを与えてこれはグーグルとそしてウィンサーフさんの寛大なご 寄付をいただきまして、彼らのアクセシビリティの要件、それから宿泊のあのいろいろな要件を満たすような形で京都に来ていただいて、そして i g f に参加していただきました。そして今行な ているディスカッションに彼らから貢献をしてもらうことにしたんです。で、こういった方々の滞在をまあ活かすだけではなくて、まあ国内のやはり障害を持っていらっしゃる方々のアクセシビリティも高まりました。10月の9日、IJF で開いたミーティングには2人の障害を持った方々が日本国内の障害を持った方が参加されました。そして我々のディスカッションにご参加をいただいたわけです。で、これを前提に次に 聞かれた質問に答えたいと思います。我々はあの実に接続されていない人をつなげるためにここにいるわけです。あ、そしてつながっていない人をつなげるということを話すと、まあ大概二十七億人でしょうか。まあいろいろな数字が出てますけれども、我々のファイルにあるつまりインターネットの接続ができていない方々を考えなければいけません。ただあのアクセシビリティと障害のディシは別の狙いを持っていて、まあこれは約十三億人 の障害を持った方々を代表しているんです。これはトランスジェンダー、そして国文化の境界も超え、そして地理的な境国境も超えています。で、皆様もお分かりだと思うんですけれども、最先端のテクノロジーへのアクセスには、まあ最先端のデバイスを手に持っていて、それもハイハイファイのインターネット接続があったとしても。 先ほど話ががありましたがこういったデバイスに流れる情報というのが特定のユーザーつまりそういったユーザーを他の手法でアクセスしている人たち例えばスクリーンリーダーとかあるいは視聴覚的なデバイスとかあるいは あの片手用のデバイスなどでアクセスしている場合そういったソフトウェアとかそういったデバイスプラットフォームというのがそのような形で作られていないのでこういったあのアクセスできないということがありましたで、こういったテクノロジーつまりそういったコンテンツを入れたとしてもその方はそのようなコンテンツにアクセスができないという現象が起きたわけですその一番いい例が例えば IGF の ウェブサイトに載せられた2023のウェブサイトに載せられた情報でした。でダイナミックアクセシビリティと障害のダイナミックコアリションの狙いは。 障害を持った方々をこういったディスカッションに参加させるということです。取り込むということです。で、それによってこういったディスカッションを実際障害を持った方々があの参加されることでさらに内容を理解内容をあの豊かにしてそして参加していただくということなんです。S T G とそれを M D G つまり2000年以降のミレニアム開発目標とリンクするためにあの残念ながら MDG の中にはキーインディケーターつまりあの障害を持った方々について関連するような直接的なキーインディケーターがありませんでしたしかし幸運にも SDG にはこういったインディケーターがあるわけです。で複数の SDG があるんですけれどもどの SDG にも具体的に 障害を持った方々のニーズ例えば教育雇用それからスマートシティそれからいろいろなリソ性スへのアクセスといったようなさまざまなインディケーターが設けられていますこういったインディケーターができましたそして SDG も作成されましたそれが一番上の層レイヤーになりますそして次にその障害を持った方々がそのようなあのイニシアチブとまやり取り 関わわりを持つわけですでそういったインディケーターの実施の段階になりますとちょっと遅れを取りましたある調査がだいたい100万ぐらいのウェブサイトについて2022年に行われたんですけれどもそうするとその ウェブサイトのホームページの97%近くがアクセスビリティ関連の問題があるという結果になりましたそのような統計からが出ている以上まだまだ我々は長い道のりが残っていると思っています。つまり実際 デジタルを持っている人と持っていない人との間の格差をあの埋めるのは難しいですここで持っている人と持っていない人というのはグローバルノースとサウスの間の格差だけではなくこの格差というのはもしかしたらグローバルノースの中でも存在するかもしれません最先端のテクノロジーはあるけれどもしかしアクセサビリティの障壁障害があるため それはユーザーがそのデジタルのアクセサビリティあとそしてこういった環境とやり取りする際にはもしかしたら障壁障害を感じるかもしれないそしてその障害があるがために参加できないとオンラインの空間にも参加できないでその結果として彼らは SDG その他のプロセスの加速化に参加できないという状態が発生しているのかもしれませんポー。 マホマインドさん、ありがとうございました。大事な点です。それから、マイクロレベルで IGF では、えー、大きな進歩がアクセサビリティに対して、えー、実施されています。素晴らしいあの作業をしてくださいまして、大変ありがとうございました。では、リモートで参加されているアレハンドロ・ピサンティさん。今現在、ワシントン DC にいらっしゃいます。えー、彼は、 コアインターネットバリューという、えー、ダイナミックコーリッションの一員です。えー、っとスクリーンを出していただけますでしょうかそれから音声も出していただけますでしょうかアレハンドロさん聞こえますかはいはい聞こえますよ。私の声は聞こえますでしょうかはいあのお声も聞,聞こえますしお顔も見えます。さあオープンそれから あ、そのオープンネスというのがインターネットのコアバリューの大事な要素だということですがこの IGF というのは AI について随分と話が出ていますそこで私からの質問ですこのインターネットのコアバリューに対して AI の到来というのは何か問題になりますでしょうかあるいは AI があコアインターネットバリューにとって役立つことになるんでしょうか えマーカスあありりががととうございいままますちょっと接続があまり良くないかもしれませんコンピューターがちょっと何回もリブートしてるんですけれどもで今質問に対しての答えですけれどもこれは相互の課題だと思います。AI とができることそしてインターガバナンスができること、えー、それ双方の努力が必要だと思います。今現在 AI に関する、対する興味が大きく燃えが上がっています。これが非常に、特に生成 AI ですけれども、これは大,大規模の言語モデルに対してそうであります。膨大なその文言のデータベース、そして クエリーなども文章で書いてもそれに対して答えが出る多くのそれのいくつものセンテンスで書いてもできるということです。そし,しかし AI とといいうのはもっと広い分野です例えば神経ニューラルネットワークなどはこの10年間注目されてきましたけれども 私たちが分かっていることそれから AI について理解していることそのツールというのはインターネットで管理できるものを超えています。AI というのは実際にいろんなアルゴリズムで活用されていまして。 そしてインターネット上でトラブルを起こしているという場合もありますこれは特にアプリのレイヤーですサイバーセキュリティをやっている人たちあるいはネットワークの運用の人たちは AI をもうすでに何年も使っていますですから AI はもちろんポジティブな貢献をインターネットに対して起こ、まあ 起こしているということは言えると思います。特に拡張性、スケーラビリティを考えたときに、えそしてまたセキュリティを強化するということを考えたときにはポジティブな側面があります。しかし課題もあります。えいい人対悪い人ということです。ですからインターネットを攻撃している人たちも AI を使っています。例えばですね、えその運用のパターンをえー。えー その見つけたりパスワードを検索したりということで AI を利用したりする場合があります。オープンで全ての人にとってセキュリティのあるインターネットというのを考えた時にはこの AI が問題を起こす場合があります。さてインターガバナンスに関してです。この分野に何をもたらすかというと私たちは今まで学んだ教訓 まあ30年間私たちは経験を積んできたわけですからインターネットガバナンスに関する30年間の経験を教訓を生かすべきですそしてマルチステークホルダーのこのプロセスというものが AI の管理であったりに使われるべきです。 例えばスケーラビリティの問題国境を越えるということそれから摩擦をどうするのかそれからこのメモリーの操作そういったことをそれから攻撃などに差別化をされていない攻撃だとかそして生成 AI のプラットフォームというものはそういったことに使えるわけです。ままた今まで単一のグローバルな インターネットに対するガバナンスというかガバ,ガバナンスといったものが作られてなかったわけですけれども、えー、例えば統一のアイデンティファイア <laughs> DNS とか <laughs> ICAN がやっている DNS とかもありますし,したがってフィッシングのグループとか そういったところはもちろんやっていますけれどもこれは具体的な問題にフォーカスをしているわけですで、しかも資金もそういったところは独自で調達していますそしてそれがま悪意のあるアクターに対して対処しているわけですで、いろんな文化いろんな ま、国家あの国の伝統であったりえー、法的なあ。そういった手続きえそういったものにも対応しています。これはシステムの外でやっていることであります。えー、大きなあ。 こうパターンとしてはこういったインターネットのコアバリューといったものをそれぞれ個別のガバナンスのところでやってきたことを見てそしてそれぞれの分野にそれを差別化していくというかきちっと当てはめていくということが大事だと思います。アルハンドロさんありがとうございますダイナミック コンインターネットバリューの DCE に対して我々は説明してくださってありがとうございます。また AI が何ができるかまあまあプラスの側面もあればそれほど恩恵のない部分もあるという話でした。ではアブリドリアさん彼女はインターネットオブ・ティングスのダイナミック・コリッションを代表してきています。また IoT というのは実は最も成熟したダイナミックコーディションの一つだと思いますつまり長年にわたる経験をインターネット・フティングスについて持っているわけですがではインターネット・フティングス IoT から恩恵を受ける人はどうでしょうか人間。過去5日間私が一番頻繁に聞いた言葉というのは人間中心ヒューマン・センターそドでした。 IoT の DC にとってそれがどういう意味を持つかそしてこの DC はどのような対策をとって人間中心でオープンでそして包摂的なインターネットをどのように実現しようとしているのかそしてそれが SDGs の加速にどうつながるのかという質問です。ありがとうございいます我々は IoT についていろいろ長年 いろいろと作業ししてきましたこのダイナミックコリオシディションが始まった時まあその時はまだ今のように全てがユビキタスな時代ではなかったんですで将来についても不安があって果たしてそれがインターネットとは違うものになるんではないかというような懸念があったんですねそういう話も今聞きますがただそこで一番重要だったのは本当に重要だったのはつまり物が我々とどう インタラクトするのか我々それをどう取り扱ってそしてそれをどうやって利用してうまく扱ったらそこから人々が悲劇ができるかということを考えましたそして我々が IoT で仕事を始めた時ある一連の価値観というのをベストプラクティスとして設定した方がいいとつまりインターネット・オブ・ティングスを構成する構成要素についてですね。 コアバリューインターネットのコアバリューの DC と同じぐらいの時期にその作業を始めました。ということでまず最初にどのようなベストプラクティスを導入したら IoT つまりインターネット上にあるものが人間と例えば都市とかあるいは人々とのインタラクションがより人間中心になるかとでどうやったらそれを担保したらいいんだか。 いいいのかととうことを考えましたまたきちんと保守することで危険にならないそして恩恵が続くようにしたらどうしたらいいのかそれからアクセスをどうコントロールしたらいいのか悪いアクセスではなくて良い方法でしかアクセスできないようにどうやってそのアクセスをコントロールできるかということも考えましたまた。 データを収集している非常に多くのものというのがきちんとそのデータを収集してそれをきちんと保管していることをどう担保したらいいかということを検討しました。ということで2008年この DC でその対応を始めた時まあその時はまだものだったんですけども2018年になって IoT のグッドプラクティスというのが発表された時にはそれが我々にどう 人間にどう影響を与えるかということを検討してみました。つまり、iot を人間中心的な役割、あの果たどう使ったらいいかということを検討し始めたんです。で、その良い価値というものを見ていくと。ま、これは一種の願望でした。あるいは1棟目標というより。目標というもので実施はされていたかったんです。でも次に s d g が来て、そしてインターネットオブシングスもののインターネットをどうやって使ったら？ その s d g の目標の解決につながるかということを検討し始めました例えば飢餓をなくすこれはもう農業などで全ての分野にかかっていますそれから医療ですね例えばオブジェクトとかあとは医療で使われているものこれが人体に移植されたりしてそれがその健康を維持しますそれからきれいな水と衛生そして 安価ななクリーーンなエネルギーそしてきちんとした環境クリーンな大気などなどそれぞれの s d g の問題というのはいずれもその我々が世界に 入れているものつまりデータを収集したりそして世界にあ影響を与えるものに対して悪い影響も与えばいい影響も与えるわけですというのはデータを収集するだけではなくてそれ自体が行動を起こすからなんですですからそれらそのものをきちんとコントロールしてそれも適切な安全な形でコントロールするということをどう担保したらいいのかということを考えましたで、そういったバリューというのはもう確立されたので次にインターネット・オフ・ティングスの インパクト解析を始めましたつまりどうやってきちんとしたアクセスコントロールができているかそれを確認できるのかそれから環境に入れられてあるものでもうステアにその目的がなくなったものあるいは目的が低下したものを取り除くかとそういったことをダイナミックコアリションが協議していますそしていろいろな分析などを出版しています。 で、作業を続けているのはそういう分野です。ありがとうございます。iot というのは、人間の顔を持ったものでなければいけないということですね。ありがとうございます。アブリルさんでは、デジタルイムグランドデジタルネイティブということで、フィオさんえユースコリーディション,ンインターネットバリューズということで青年を代表して。若い人たちの役割。 インターネットの SDGs のファーストトラッキングについてどう考えてらっしゃるかまた若い世代としてインターネットガバナンス未来のインターネットガバナンスに対してどういう期待をしてらっしゃるかをお聞かせくださいどうぞ。ありがとうございます。 非常にあの私今回参加できることを誇りに思っています。青年の代表として、えー、まあ年上の皆様と共にこういう会合に参加できて嬉しく思います。青年はいろんなセッションに参加させてもらっています。若い人たちはインターネットでいろいろな課題があるということでそれに対していろいろと苦労もしていますし このコミュニティで私たちが参加をし SDGs について話ができるということより良いインターネットの未来に向けて話し合うということは大事です。SDGs ですけれども私たちの物理的なこのデジタル時代における重要な要素の一つでありますパンデミックの間。 インターネットを私たち頻繁に毎日生活の中で活用していましたそして多くの若い若者はオンラインでそのコミュニティの仕事であったりいろんなことをやっているわけですそして積極的にこの若い人たちをエンパワーするための IGF のの作業というのもやってきましたそれからアジアにおいてこのアジア太平洋地域の青年のプログラム青年の人たちをエンパワーするということそして若い人たちをサポートして関与してもらって参加をしてもらう。 というののをインンターネットガバナンスのコミュニティでで推進してきたわけであります若い人たちをサポートする支援するということそしてコミュニティの若者に対してアドバイスをするということ助言をしていくということそしてより多くの人にアウトリーチをしていくということ私の専門ですけれども私の経験ですけれども青年は まあテクノロジーには長けてますが、自分たちの、えー、このこの時代でインターネットを通してローカルコミュニティで、えー、積極的に参加するということに躊躇している場合があります。インターネットの問題というのが、えー、革新的ではあるけれども、しかし若い人たちが この自分たちの世代とそのインターネットの問題について意識を高めるということその架け橋になるための作業をしているわけです。インターネット中心のカーボンフットプリントこれも大事なテーマの一つなんです。時には 途上国の青年はインターネットがどういうインパクトを持っているかということが分かっていない場合があります。私たちの生活を影響しているあるいは SNS のクリエーターの人たちはデータを使って仕事をしているわけですけれども。 この YCIGIV としては2020年にワークショップを開催しましたインター IGF2020 の時にワークショップを主催しましたそして今年はメンバーシップの役割としてプログラムを主催していますそして インターネットガバナンスのコミュニティとの架け橋となるべくこのコミュニティに参加しているんですけれどもまあいろんな課題があります特にリソースに関連する問題というのがあります、まあ、財政的ななリソースス時間も足りない若いい若私たちというののはスキルの向上が必要です。 まあ問題についていろいろ話し合うためにはまず自分たちの理解を含まなければなりません。そこで我々はその財政的な安定というものも気づかなければなりません。インターネットというのはまあ地域によっては ままだまだその手頃感手頃感がないより高くお金がかかるというものにななってきてきしまいまいすなぜお金がかかるかというと、まあ、政治的なインパクトによってミャンマーとかアフガニスタンといった国においてインターネットへのアクセスは非常に厳しいです難しいですしかもお金がかかるようになっています。 若い人が誰でも、えー、アクセスできるわけではありませんインターネットへのアクセスというのはその、ま、教育にも関連してきますし教育へのアクセスにも関係します情報へのアクセスにも関係しますグローバル問題に対して、えー、アクセスを得るということもインターネットを通して出ないとできないわけです。 もちろんフェローシッププログラムというのがありますけれどもそういうものはグローバルローカルそして地域のコミュニティと関わるということによって可能になる場合があります。なぜそ,そこで インターネットにの料金が払えないということでアップデートされた情報へのアクセスがないという場合もあります。若い人は活発いろいろな活動に取り組んでいます。アクティビストになったりそれからデジタルな問題だとか民主主義の推進などにえ。 あの貢献をしていますけれどもどうすれば彼らがそのアドボカシーができるのかということでえ彼らもインパクトを与えることができるわけですからえ政府がやりまあダメだというものをやったりすることもあるわけです。でまあ例えば世界には。 多くの世界の多くの政府は青年を支援していますがしかし青年の声を抑圧している政府も中にはありますでその青年の抑圧に関してですけれどもで彼らを犯罪人のように扱う場合があります青年がオンラインで声を上げると まあ例えば環境問題についてオンラインで声を上げるとまあそのれが問題視されたりします。青年というのは支援が必要です。いろんな組織団体からの支援が必要です。そしてこの SDGs を達成するための支援が必要です。あるいは インターネットにおける共通の目標達成のための支援が必要です。ありがとうございました。若い人の声をこのセッションで代弁してくださってありがとうございます。フィオさん、そして今いろんな側面に復元してくださいましたが、フィオさんは絶対学的な危機とそれからそれ以外にも非常に重要な点をしてきてくださいました。で、これは機会ですのであの今。 あのジェネラルコメント25つまり国連の児童の権利の,その,あの法というのが採択されましたでその中にはこの中には例えばそういった若い者がインターネットにで行うそのいろんな活動を犯罪としないということそれから25番 のジェネラルコメントが26という環境問題についてのコメントとその子ども・児童の権利に対する影響というのも確か4週間前に採択されたばかりだと思いますが以上申し上げた上で次は環境 DC ですね。ヘスさんですかかこのマイクから95 昨のですか、失礼90秒のあの発言をお願いします。90分と間違えていました。90秒のご発言をお願いいたします。 はいサブドエシーです私は DC 環境を代表してます非常に下に富んだディスカッションですが私の方からこのディスカッションに復元してまいります人権でしたやはり人間の DOD というのも考えなきゃいけないと思いますこの2つは一緒でなければいけないこの環境では我々は行動思考のアクションポリシーということで人間の DOD を強調していますそしていろいろなバイオダイバーシティの 法律に対するネガティブな影響というのが我々の環境にも影響を与えていますで我々 DOD を考慮して特にテクノロジーインターネットを使ってきちんとあの正しい情報を出さなきゃいけないそして学校教育も変えてそして世界が将来公平な場所になるようにしなければいけないと思いますそれからこののあ今日いただきました IGF がこのような重要なディスカッションをこのフォーラムで 導入してくださったことを感謝申し上げますありがとうございますありがとうございますそれから次に雇用についての DC これも何か発言があるということですねどうぞ私はデジタルヘルスとジョブについて両方について申し上げてということはえっとデジタルヘルスの DC も私のリストに載ってるんですが じゃあ子どもの権利についての DC あごめんなさい子どもの権利についてですねの DC どうぞはいありがとうございますそしてこのような機会を若者を代弁していただいてありがとうございますこれだけ多くの若者がこのプロセスに関与していて嬉しいです私は子どもの権利のあのデジタル環境における子どもの権利の DC を代表しています我々は DC として 元としている原理原則というのはデジタルコメント25つまりあのデジタル環境に関連する子どもの権利に関係しています。他の DC の同僚の方々に御礼を申し上げたいと思います。まあこれだけ我々がどうやって協力をして、そして子どもの権利がきちんと理解され、そしてすべての皆さんがやっている作業で認識されるように、そして我々も皆さんの作業を認識して貢献できるようにしていきたいと思います。 IGF に参加してそして子どもの声というのをまあ若者特にサウスの若者と子どもの声をあのインターネットの将来についての重要な討議に加わせていただけることをありがたく思いますありがとうございます。ではアジェンドラさんえ雇用とデジタルヘルスについてお願いできますかはい 皆さんこんにちはえおはようございますあるいはこんばんはですねオンラインの皆様 DC セッションの IGF の DC セッションということであの私たちを信頼していただいてありがとうございますあの4本のレポートがありますダネミックコーリションが、まあ、雇用に関するえ その調査をししてきましたおそらく世界で最も膨大な雇用の創出ということになると思いますクリエイトというそういうレポートになっていますがこのテーマですがデジタル時代の人権ということで人権がなければ全くこれは機能しないということであって。 7つのセクターに関してジョブを雇用に関する調査をしています。これはあの昨年の10月にやりましたこれはメンタルヘルスに関するレポートでありましてまあこのこのレポートの中にも書いてありますけれども都市化によって生物多様性が 失われてしまうこの問題に対処しなければメンタルヘルスのパンデミックが起きてしまうとデジタルフットプリントつまり炭素のフットプリントこの問題も私たちは対処しなければなりませんデジタルヘルス2022年58カ国がカバーされていますデジタルヘルスについてです。 私は80%世界の80%の人が健康に対するアクセスを持っていませんそして健康を送信のためのアクセスを持っていないその388の中の約4割というのが AI に関連することですそして最後が 75カ国にによってて構成されているる雇用に関すすレポートで,すでインターネットというのは雇用創出の上で大きな役割を果たしていまして私たちのこれは付託されたマンデートでありましてダイナミックコアリーディションというのが 思想のリーダーシップであったり IGF がいろいろとできることを可能にしている重要なグループだと思います。ラジェンありがとうございました 私はざっと見たんですけれども非常に重要な内容でしたのでここにいらっしゃる皆様方にぜひ配布したいと思います多分インターネットにはデジタルコピーが出ていると思いますのでですから URL リンクは差し上げることができると思っています。他に DC の代表の方で発言したいという方いらっしゃいますか90秒の発言をしたいという方。 あのもしいらしたらマイクの方にいらしてください準備をしてくださいそうでなければ質問を受けたいいと思います一般の参加者の方から質問を受けます。ということで質問がある方はあのダイナミックコリッションへの質問をなさってくださいつまりどれかの DC に参加したいとかそういうことでも結構ですので誰でも結構ですご質問がありましたら是非マイクまで進んでください。 周りの狙いとしてはこのセッションをできるだけインタラクティブなものにしようと願っていたので是非皆さんに質問したりコメントをしていただきたいと思うんですがオンラインの参加者どうでしょうかオンラインからコメントありますかオンラインの参加者でどなたか発言したいとおっしゃる方いらっしゃいますでしょうか。はい 二つの質問があります。オンラインからです。一つはジェームスさん、カナダカメルーンの方です。どのような戦略を使って確立された専門家のための国際規範のレーバンスを高めることができますか。それから日々のまあその作業の中でどれをあの実際に実施に落とすことができるでしょうかという質問です。パネリストの方。 何か答えられる人いますか、まあいわば標準についての質問ということですね。あの確か標準についてのダイナミックコーディションというのもあったと思うんですけれども誰かこの質問に答えたいという方あるいは何か言いたいことがあるという方いらっしゃいますか私から付け加えたいのはダイナミックコーディション特に IoT のダイナミックのコーディションでは標準を設けてそしてそれを 多くの方が使えるようにしてそしてあるレベルの透明性とかあるいは相互運用性を達成するそして期待される振る舞いつまり消費者に受け入れられるような振る舞いの標準を作るということは重要だという発言がありました。つまり あのグッドプラクティスで促進されるような価値というのは、まあ、それはやはり標準あ、それから規範に準拠するということが、その中に必ず含まれていると思いますので、非常に重要だと思います。アブリさんありがとうございます。モハメドさんも何か復元したかったんですか？何か付け加えたいことありますか？はい、よろしいですか？手短に行きます。アクセシビリティとそれから障害についての dc では常に。ウェブコンテンツアクセシビリティガイドライン。 これはバージョン2.0に入りましたがこれに準拠するようにしています。この基準というのはアクセシブルなウェブサイト、オンラインプラットフォーム、モバイル広告などを必ず作るということを狙っています。つまりアクセシブルというのは障害者でも使えるようなものということです。で、あの、でこの DC ではで開発者にも絶対この常にこの基準を準拠してもらうように促しています。ありがとうございます。 サーフさんもいらしてくださって本当にありがとうございます。質問を聞いてくださるということで喜んでいます。あの質問ですけれども、えー、えまあ、あのどなたかお答えになっていただいても結構ですけれども、私たちのキャパシティ能力、えー、そのアクセスに対する能力や。 キャパシティというものを増やすということです標準を作ったからといってそれはそれを利用する効果的に利用する能力というのが増えるわけではありません。で今多くの、まあ、テーマ 数学だけではなくてテーマを対象にしているアカデミーがありましてそのアカデミーのことを考えると障害のある人たちが私たちに対して健常者ですね特にこういったソフトを開発する私たちに対してオンラインで開発している人たちに対して直感的にどうすればこのスタンダードをアクセス可能にするかということを教えてほしいと思うんです。この問題は 例えば、うまくいくものとうまくいかないものがありますし、なぜうまくいかないのか、なぜうまくいかないのか、えー、そういったことを教えてほしいんです。プログラマーに対して、まあ、直感的に、 このテクノロジーをアクセスよりアクセス可能にするために教えてほしいと思うんです。もし例えばそのスクリーンレーダーがうまく,くどういうふうにあの機能してるかスクリーンライトが機能しているかわからなければウェブページといったものを開発することができないわけですよね。だからそういったことをぜひスクリーンリーダーですね。あのそういったことについても教えてもらえればと思います。ビントさんこのコメントありがとうございます。 これは実際あの私が先ほど言ってたことなんです考えていたことです。まキャパシティを、えー、まあ作るということが大事です。あ作るというか向上させることが大事です。で DC においてもこのキャパシティビルディングということに注目していまして先ほど言ったように実際の人間に。 えー、このテクノロジーにインパクト大きなインパクトを受けている人たちの話を聞くことが大事なんです。でそれはあの開発側に関しても同じことが言えると思います。テクノロジーが今あのああ存在してますが、えー、例えば障害があっても、えー、コンピューター科学とかソフトウェア開発とかそういったことが勉強できるそういうところがあります。 そして障害のある人たちに対してもこういった分野に進むことを奨励したいと思います。こういうことを勉強してそして学位などを取ってそしてその自分の同僚とか学友に対していろいろと教えていくということが大事です。 そして、措置も必要だと思うんです。開発側でも,もう、いろんな要件があると思いますけれども、その研修プログラムだったり、 例えばですね、健常者に対して、えー、つまり障害のない人に対して訓練をしていく、えー。こういったテクノロジーを、えー、障害のある人たちにもアクセス可能にする、えー、ということも大事です。たまあ、物理的な要件ということもあります。例えば、コンテンツに到達できない場合もあるかもしれません。 スクリーンリーダーがなければ到達できない場合もありますあるいは法的なま責任ということが関係しているかもしれません585というのがアメリカにありますセクション585ですそういうもの で法的に拘束力があって政府が特定のプラットフォームはある特定の人にしかアクセスできないように制限がかかっている場合がありますこれ非常に興味深い話,あの話題でありますテーマでありますので非常に重要な点を指摘していただきましてありがとうございます。こういったテクノロジーを開発している人たちはやはりこのスタンダードのことを分かっていなければいけません。 あ、すいません、もう時間です。タイムアウトです。他の人にもあの発言してもらいたいと思います。あのすいません、中断してしまってでも他の方たちにぜひチャンスをあの提供したいと思いますので、すいません。リサさんどうぞ。 はい、私はま教育者の観点からこれについて話したいと思いました。我々は深く教育制度と関わっています。そしてその教員などがオープンなあの、こういった。今例えば5 0 8に準拠を知ているような教材を作ろうとしています。で、それはソフトウェア開発レベルでは問題解決にならないんです。けれども、例えば教員があのリソースを初めて作るという時、あの例えばオーサリングプラットフォーム。 つままりり基本レベルに入れられらるメカニズムがあります例えば写真などはオルトテックスを入れずには追加できないというふうになっているわけです。でこれは非常にシンプルでもっと複雑なことになっているんですけれども教育システムではアクセスビリティのオフィスというのはやはりどうやって その障害のある方はアコモデイとするかあるいは化学のクラスで例えば目が見えない人にどう教材を提供するかとかそういう話ですで。こういったリソースが 例えばそのデザイン上からアクセシビリティがあった場合にはそれは例えばコースを作成する上であるいはリソースを作る上でそれはどのような形になるのかということを今検討しています。それれからユニニバーーサルデザインンフォアラグというのがあってこれは 今アメリカそししてて世界でもやっと理解が困ってきましたつまり障害というのを一つのスペクトルとして考えるとそれもデバイス固有ではない全てに関して考えなきゃいけない。で例えばその障害者の,あのオフィスというのはデバイスではなくてそのリソース全体のアクセシビリティを今考えていると思います。もう1回いいですか1つ セビアさんがおっしゃったことについてなんですが Google ググでそれから2人あの耳が聞こえない方でライブトラ,ンスクライブトンンスクというアプリケーションを返したんですそれは音を取り込んでそしてそれをトランスクライブして他の人が何を言ってるかということを120か国でトランスクライブしてくれるものですねでこれはロシアの Google ググで働くあの聴覚のないロシア人が受けましたそれから別のやはり耳の聞こえないあのエンジニアが作ったあのキャプションを作る YouTube YouTube のためのあの技術というのが開催されました。ですからこういった障害を持った方々の力を得て、そうして彼らアコモディテできるようなあのそのアプリケーションを作ることができます。で、デバイス固有ではなくて幅広いアコーデーションを考えなきゃいけないというのはその通りだと思います。非常に活発なディベートありがとうございます。20年 Web コンテンツのアクセサビリティのガイドラインというのが20年前に採択されましたけれども、それにスタミナを与えるという意味で。 えー、嬉しいですね。ではアレハンドロスさんが、あ、o o m で挙手をされてますよね。その後にセ、えー、スタンダードセーフティのダイナミックコレクションのマーカスさんその後です。はい、あの質問です。この標準に関しての質問ですけれども、さっきももう述べましたけれども、I.O.T. に関してです。スタンダードこの標準の問題というのは非常に複雑です。 コンシューマー消費者の IoT はオープンインターネットの上でこれは走っていますつまりそういったトレフィックが主体ですしかし産業用の IoT というのはツールが教育だったりそういったセグメントで例えば自立した形でその接続性だったりといったものが運用されています w i f i の場合もあります。 ですからそのスタンダードが違うわけですそれから他のスタンダードというのもたくさんあって非常に複雑なアーキテクチャになっています。ですからそれはまあ相互運用性のためのスタンダードというのもありますし同じような複雑性というのが存在するわけです。でアプリによっては ええ、S、S、A、L、M、N などといったものは、ええ、そのお表しのというのがまだなくて、ああ不完全な形でのええまあトランスレーションというのも起きているわけです。これはあのハードルを乗り越えて、あまあ今ビントさんが言ったような。 非常に驚くべき進歩というのが自動翻訳の分野では進んでいます。それをぜひコアインターネットバリューというところで私たちは注意して注力していくべきだと思います。システムはまあ 自分たちがやっていること以上それを超えることはないということで自信を持って進んでいただきたいと思いますステークホルダーみんなにこれは関わってもらいたいと思いますアクセサビリティに関して、えーえー、例えばですね弱視だったり目が視覚問題のある人たちに対して の例えばバックグラウンドがあってそこに文字が浮かび上がるとかそういった人たちに対応しているもの。 これは非常に大きなコミットメントが必要ですまあ、政府とかのウェブサイトなんかは是非標準といったものを設定してほしいと思います技術的な文書化されたスタンダードだけではなくそれ以外のものもお願いしたいと思いますアレハンドロありがとうございますではマーク・コベルさんどうぞありがとうございます マーカスさんありがとうございますマーク・コベルと申しますポリシーアドバイザーとして IS-3C で働いておりますこれはダイナミックなコアリッションですで、この3年間活動してきました IS-3C というのはインターネットスタンダードセキュリティエンドセーフティの略ですで、私どものコアリッションの狙いというのは既存の標準を インターネット全体で、あるいは基礎システム全体で導入することができなかった。その失敗に基づいてもいます。さまざまなワーキンググループがあって、第一ワーキンググループというのはセキュリティバイデザインを検討しました。で、これはあのつい最近報告書を出しまして、これはあの世界中のポリシー、それもインターネットオブスティンスに関するポリシーを全部調査しました。それから。 標準に関するポリシープロビジョンとかあるいは行動などを調べました。でこれをベースにして今後もさらにどうやって IoT をよりセキュリティを高いものにするかとそして安全なものにするかという作業を進めています。それから別のワーーキンググループは 教育カリキュラムそれから職業訓練のそれもサイバーセキュリティの標準に関係するもののギャップというのを調査していましてそこではある提案を出します作っていますサイバーセキュリティーハブというのを作ってそこで業界それから教育者などをまとめてそしてこのような検討し する。つまり、何らかのレポジトリをサイバーセキュリティの標準を作って、そして教育者がそれを使えるようにする。そして、業界のあの要件にも合うようなものを作るということです。それから、別のワーキンググループは。まあ、これは、あの標準採用の重要なドライバーとなる。官民の調達、そしてサプライチェーンのマネージメントです。で、そのワーキンググループがこれまでやった作業。 は私が確認したところで多くの調達契約の中にはサイバーセキュリティの基準標準というのが指定されていない例えば政府機関などがデバイスとかネットワークアプリケーションなどを購入するとき具体的なあるいは特定の規定がないんですつまり買うもの 調達するものが例えばセキュリティに関する基準に準拠しているというか規定がないそれからルーチングを検討するそれから RPKI とかそれから DNSSEC 重要な標準基準がなぜ採択されていないかということを調べるワーキンググループもありますそれからもう一つはあのツールキットを作っているところもありますあの主要なサイバーセキュリティのあの標準を参照点としてインターネットステークホルダーとかユーザーとかあるいは購買担当者などの,の基準となるでしょうということでいろいろな作業をしていますで新しいあの作業もこれから進めますそれによってサイバーセキュリティの標準 基準というのをあのやはり意識の中心に据えることができると思います。そしてより高いセキュリティとそしてオンラインの安全に貢献できると思います。でこれは当然持続可能な問題つまりジェンダーとかレジリエンス。 そして、堅牢でセキュリティの高い、あの、例えば、あのインフラストラクチャー。そして、あの、在、金融とか、それから医療セクターにも影響があると思います。で、われの作業が貢献できる S. D. G. s はたくさんあると思います。で、九十秒は、を超えてしまいました。申し訳ありません。<ー>ありがとうございます。あの一点よろしいですか。ユッタさん。はい、もちろん、あの三十秒で。 もしサイバーセキュリティのカリキュラムというものを作るというのであればこれはもうすでに検討しているところがありますのでオープンエデュケープンのリソースでやっていいいたただきたいと思いますサイバーセキュリティのトレーニングというのがありますがそれはちょっとあの民間のコマーシャルなものに商業的なものになってしまいますからサイバーセキュリティに関してはぜひあのオープンエデュケーションでやっていただきたいと思います。分かりました はい、あのネットワーキングがすでに始まってますね。ダイナミックコリーリション間でのネットワーキングというのが始まってて嬉しいです。モハメットさんがさっきおっしゃっていました508、アメリカの508、これはあの一つの事例だと思います。やはり公共のこの購買、えー、調達というのがどういうふうに。あの 推進されているかということは、マークさん、ぜひモハメドと話をしていただければと思います。このアプローチをセキュリティの標準に適用できるかもしれません。そして、もう一問、フロアから、会場から質問があるようですね、はい。ありがとうございます。インドネシアのナショナル国立図書館。 のローラです。で、図書館の視点です。現在図書館というのは、えー、意識の啓発に取り組んでいます。えー、特に、えー、公共アクセスということに関してです。えー、そして図書館の役割として SDGs をどうやって達成するかということで、えー、既存のま価値ベースでそれを推進しようとしているんですけれどもより強いえー、よりえー、目標にのっとった構造化されたアプローチを,を通して。 これはまあ開発に関しても、まあ、権利の、えーまあ、守るということに関してもアクセスの自由情報へのアクセスの自由ということを強化しようとしています。図書館にとっては、えー、このローカライズされた アクセスに対する権利のデリバリーというのが図書館を通してどうすれば実現可能になるかということを検討し,検討しています、えー、意識啓発をやっています戦略的な計画も進めていますそして SDGs を構造的なゴールとしてここに着目し続けたいと思います図書館というのはすでに積極的な、まあ、参加者であって そういった意味でラポルトもインターナショナルフェデレーション・ライバリー・アソシエーションの方にお願いしていますので最後にその方にも一言お願いしたいと思います。Here, あの列に並んででる方方どうぞ次のの私は日本の栄養家で 実は事故を起こした方の代わりに発言してますあのリモートな医療遠隔医療で大阪教育大学の大学院教育大学院で。 ヘルスサイエンスを勉強しています横山明美です。で私はアジア太平洋の障害者を持っている方のリーダーそしてボランティアリーダーとして大阪・関西エキスポでも作業をしています。ある事故に遭った後私はアクセシビリティを日本リハビリテーション協会で勉強いたしました。日本でも多くの方々が インターネット回線を持っていません。日本における障害を持った方々は知的あるいは精神的な障害を持っていらっしゃる方も含まれます。で、これがあの身体的な障害と重なる場合もあります。日本国民の三分の一は高齢者です。 そししてて地方省を持っっいらっしゃいます皆様の支援なくして多様性のあるアクセシビリティそしてデジタル格差を解消してそして障害世界中の障害者そして高齢者に対して水とかあるいは食,品食料などを提供していく支援が必要です。 特にその方はアフガニスタン、シリア、あ、そしてガザなどを代表して皆様に御礼を申し上げたいということです。ありがとうございました。ありがとうございました。コメントをいただいて感謝いたします。ありがとうございます。オンラインで誰かがたし、あの話したいということですけど、ベニンさんどうぞ。 あと一つズームズーム上のコメントですね。すみません、どうぞベニーさん発言したいということですが、ベニーさんあの挙手してそして発言してください。あと一つ質問があります。ベスモニカエマットさん。 DC の成果が業界そして立法府ではどのように歓迎されているのかで DC によってどうやってインパクトを拡大して例えば人権宣言とかあるいはインターネットの安全性の検証などにどう貢献できるでしょうかということです。ダイナミックコアリーションについてはあの あなたの方がより経験を持っているからあなたが答えると思うんですけども、全てのダイナミックコリューションをあのまとめて答えを出すことは難しいです。あの一部の dc の多くの仮想というのはリサーチ中心です。で、例えばレジェンダーさんがすでにあの配布したレポートの中でもこれがあの反映されています。一方、他の dc というのはあのパラクティス実践です。例えば。 ライブリ図書館の高級アクセスの DC ではまさに人々にアクセスを与える提供するとそうでなければインターネットアクセスできない人にアクセスを提供するという実務に関係してますでもマーカスさん何かありますか hey, はいそうですね常に言ってることなんですけれども 共通の分母というのは、えー、全てのダイナミックコリューションに対して設けることは難しいんです非常に多様ですから皆さんご存知のように、まあ、原理原則はあの、まあ、同じだとしたっても、えー、例えばアクセシビリティとか、えー、現実的なものであったり政策のものだったりということで非常にその難しい。 共通の評価をするということも難しいです特に、えー、アクセサビリティに関するダイナミカコリッションこれは特に障害の方障害のを持っている方に対する、えー、アクセサビリティということですがモハメットさんがあのまあ、いろんなインパクトについて話をされましたあの会場の方の中に具体的な経験を持っていらっしゃる方もいるのではないかと思うので、えー、そのご経験あるいは何か評価ということ でご意見を持っていらっしゃる方がいればお願いしたいと思います。どなたかいらっしゃいますか。またはいどうぞ。あでは私がちょっとあのトライしてみます。でまあ、今週参加していて学んでいるのがえその教育システムの中でアクセス知識のアクセスというのは。 ええー、まあちょっと切断されているというかガバナンスのとかプライバシーとかえー、そういったところから切り離されているような気がするんですダイナミックコーリエションの中でも切り離されているように感じますえしかしこれはえ非常にあの緊密にあの連携あのされているテーマでありましてデジタル平等のアジェンダの中で。 教育というのはその教育へのアクセスというのは極めて重要な問題です。もうちょっとと、まあ、広いい視野で見ていただければと考えます私たちはどうすれば、えー、そこを連携,連携させることができるのでしょうかメッセージングとかコミュニケーションだけでもいいんですけれどもそこに潜在的な深いインパクトが SDGs に対してあるんではないかというふうに感じます。いい アリチャンダルさんも何か発言したいんですかはいありがとうございます私はこの問題についてさらに深めたいんですがマークさんがおっしゃった通りインパクトというのは本当にバラバラですそこでいろんな形であの特に業界に近づかなければいけないと思うんですで、そのやり方としてはメッセージング Igf とそれから特定の産業界とのメッセージを変えるということが重要だと思います。一部のセクターは Igf に近いです。そして Igf のあのスタートからスポンサーとしてあのハイレベルのそれも技術に非常に精通したらあの方々などをコンサルタントとして派遣してくれました。でこれをもっと増やさなきゃいけないと思っています。でも我々 このようなコラボレーションの事例というのはたくさんあると思いますで業界とのつながりという意味でですねで IGF がその役割が縮小されてしまうとそしてグローバルデジタルコンパクトとそれから 例えばより工事レベルのすべてをあの放火するようなガバナンスの。インスタンス、あるいはエビティングデジタルみたいなものを作ったりすると。業界は完全にあの。防御防衛体制つまり守りに入ると思います。つまりマルチステークホルダーのメッセージが業界には到達できなくなってしまいます。守りに入ってしまうので。また。G. D. C. はすでに。これに。あの三者。 によるアレンジつまり政府とそれから業界そして市民社会でその中には技術コミュニティあるいは技術的な知識 例えばシステムをガバナンスし進化するためのものを含めないと業界そして政府の権力というのが結託してそして市民社会が外されますですからこれは非常に複雑な権力闘争なんですけれどもやはり IGF の作業というのをより業界に近づけてそして業界が予防に入らないで我々の平等なパートナーとして働いてくれるようにしたいと思います。業界は我々の IGF に入って あのそうやって聞くだけで、えそしていろいろな基準などに対するあの攻撃の材料を探そうとしてしまうということがあります。ありがとうございます。各パンデリストの方々何か最後のコメントがあれば機会を与えたいと思います。皆さんがダイナミックコアリシションの役割というのをこの新たな環境で捉えているかで一つは IGF の将来そしてその。 GDC との関係です。で、ダイナミックコアリッションが今後、今後、ここから出てくるグローバルデジタルコンパクトの実施と、そのフォローアップについて果たす役割はありと思いますかということです。じゃあ、ユースのダイナミックコアリッションから、あの、短くお願いしますね。あの、というのは時間がなくなりますので、1分です。ありがとうございます。はい、あの、短くします。 大事なことはインターネットガバナンスはボトムアップという方法でやっていくことが必要です。若い人たちの声を GDC に取り込むということは大事です。それから インターネットの未来を考えたときに将来的な形成を考えたときに生年が大事ですインターネットの形成を考えたときにはより良いインターネットということで安全なデジタル空間ということを考えると非常にこれは重要ですモハメントさんはい、ありがとうございますあの何点かです 共通の誤解があると思いますアクセサビリティに対しての作業というのはこれはあの障害者にとっても、えー、恩恵があるとよくよ考えられますけれどもそれは必ずしもそうではありませんあの。障害者のためのアクセサビリティというのはあの健常者に対してたし確かに、えー 恩恵はあります。それから、DC ですが、これは IGF フォーラムの MSG、MEG。失礼。リーダーシップパネル、あるいは事務局との連携も可能です。それから、協力ということを考えたときには、デジタル環境と。 デジタルガバナンスこれとその障害者の問題これを連結させることも可能です障害者の声を聞くそこで反映させるべきですさてアクセサビリティの作業というのは何も障害者に限ったものではなくて私たちはどんどんと年取っているわけですからいつかは人生の中でこのアクセサビリティのアカマデーションというのが配慮が必要になる場合もあります。まだ私たちは体が動いて十分にに機能できる時にその問題に 取りり組むべきですありがとうございますリサさん、まあ私の発言は、まあ、我々の DC というのはあの加盟国とか政府と一緒になってこういったポリシー教育に関するポリシーを制度化しようとしています。で教育に対するアクセスを制限せずにオープンなエデュケーショナルリソースを提供するというのが狙いです。新ししい DC として もし我々が他の DC と一緒に協力できれば一緒の方がより長い道のりを歩くことができるとよく言います。ですからインターネットを巡るポリシーが果たして。 政府とかあるいはあの教育権のアクセスのポリシーとあの整合性があるかどうかを検討したいと思います。それから若者のあの DC の方が若者の声について話しました。でどうやってその努力をファストトラッキングが加速できるかという質問をされたんですけれども私はそれ全員にとっての質問だと思います。若者はデジタルネイティブです。でも我々が作ったものを彼らは継承しているわけです。ですから我々はやはりファストトラッキング トラッキングを全員考えるべきだと思います1年待ってインパクトを語るのではなくやはり今から悪化の加速を考えるということが重要だと思いますアブリさん私はちょっと物事を簡単にしようとしすぎているのかもしれませんが t DC というのはトップダウンの原理原則として見ますで、ダイナミックコリッションというのはボトムアップの 原原理原則を持っているですすからこれ問題で,すで我々は今後 IGF の中で受け入れられるようにこれから努力していくけれど IGF がトップダウンでそれから DC がボトムアップだとこれは問題になりかねないということです。でラポルチュールの方何かツイートのようなまとめをいただけますかそして自己紹介をいただけますかお願いしますマー <you>, ありがとうございます。 クラークと申します。dc インターネタも雇用に関する dc のコーディネーターをしていますとてもあの洞察に富んだセッションだというふうに思いまして、多くのあのテイクアウェイというのがあったと思います。 これを何点かにまとめるのは非常に難しいんですけれども2点だけ申し上げますと私たちが求めるインターネットはアクセス可能で平等でそしてキャパシティビルディングにつながらなければなりませんそしてまたサステナブルでなければなりませんまたインターネットというのは人間中心でなければなりませんそこでコールトアクションのですけれどもグローバル組織はインターネットガバナンスのために作られるべきであり それは人権と人間の義務、両方に着目しなければなりません。今まではヒューマン・デューティーという義務について話をしたことがありませんでした。それぞれが縦割りの最量化された形で作業するのではなくて、実際の,その実践に基づくような形で話し合いを進めてほしいと思います。では最後、スティーブン、はい。スティーブン・マーヴィンです。 ワイバーです失礼。スティーブンワイバー。ここにはラポールツーとして来ていますが、もう一つ D.C. あの図書館のパブ公開アクセスの D.C. を代表しています。2点私が学んだことはまず。 ダイナミックコリションというのはデリバリーギャップ、つまりインターネットの約束とそれから実際人権そして SDGs をあの実施するというギャップのを提供するために解消するためにあると、つまり今 そのギャップが何であって何が不足しているのか、そしてどのようなあのスペースを行動で埋めなければインターネットが実際にその全員のあのポテンシャルを満たさないのかということについてたくさんの情報を得ました。それから最後に言われたことで DC をまとめればインターネットガバナンスがあのやはりあのリフレクティブプラクティスになり得るということです。つまりこの空間というのは我々が 批判的に周りを見ててそして何が起きているかをじっくりと観察をしてどこにつながりがあるかつまりテクノロジーインターネットが開発しているテクノロジーの間の それから人々が経験している成果との間のつながりはどこかそしてなぜあるものが起きていて起きていないのか何が欠落しているのかとでこの空間でそれを検討するということだと思いますそれがまあリフレクティブプラクティスという意味なんですそれからアブリルさんがおっしゃった通り GDC というのが何らかの 全てのインターネットガバナンスのディスカッションのための大きな傘を与えている場合そして何をするべきかという問いに対する答えでしたら DC はやはりそのボトムアップのプロセス をそのようなことがあの実際に行えるようなスペースを提供するためのボトムアップのディスカッションを提供しなきゃいけないそしてこのモデルつまり全てのステークホルダーが参加できるようなモデルというものを称賛するということですというのをしたりあるいは見たり聞いたりするということはやはり実際にここに来て参加しなければできないことだと思うんですねありがとうございますではユッタさん最後のコメントいただけますかどうぞ 時間がないようです申し訳ない私のこのセッションの感想です対話とコラボレーションが大事だということですもっと参化したいグローバルデジタルコンパクトについてもっと話し合いたいということを言っていた人もいますがダ,ダイナミックコーデーションのこのセッションボトムアップ プのアプローチはえそれを可能にすると思います。つまりそういったコラボレーションと共通のデリバレーションのためのそういったたちものを作ることができると思います。トップダウンとボトムアップというのは組み合わせる必要がある必要組み合わせる必要がありますね。皆様参加ありがとうございました。そしてあのぜひパネリストの皆様にも会場から拍手をお願いいたします。 以上によってこのセッションを終わりたいと思います。ありがとうございました